こん,ばんはちょっとお風呂に入ってなウですこんばんはみなさんこんばんは。 中村まいです。ハートありがとう。花火もかわいい金魚。お疲れ。結婚して。ありがとう。こんばんは。台風？大丈夫です。まだえ明日ぐらいかな。 わかんないけど。多分そう。今日はね、いつも通り過ごしました。こんばんは。ちょっと待って。写真集見たよ。わ、ありがとう。みんな届きましたか。 明日来る全部届いた届きましたちょっと偏りがあるのかな届いたよってありがとう嬉しいな穴が開くまで見てますなかなか穴は開かないのでもうずっと見ないといけませんね <laughs> いっぱい見てください ちょっと後でタワーノリしますどうもありがとうございます感動した何度も見てください ありがとうございます <laughs> 嬉しい。花火ありがとう怒涛の仕事落ち着いた8月はねちょっといろいろとねありましたがなんとか <laughs> 乗り越えました。 最後の数行で切なくなった目がかすんだ目え目がかすんじゃったえ何何何 <laughs> 何度も見てるあ嬉しい広島のツーショットといいかしまあぜ是非撮りましょう写真集に興奮中ですあ興奮してるお気に入りのページが毎回変わるいっぱい作ってください何個お気に入りでもいいです 嬉しいでも自分もなんか結構取材とかでお気に入りのページは「どこですか?」みたいな聞かれることよくあってであのめっちゃ決めきれなくて大変でした、ね、でも写真集の私は結構歯が出てると思うので。 多分もう見られた方はあれだと思うんですけど私あんまり歯をこう見せた写真とかって自分で載っけないんですけど結構写真集ではもう,もう歯がもう本当にむき出しぐらいいっぱい <laughs> もういっぱい出てて本当にたくさんいろんな表情なのでなんか結構キメキメっていうよりかはなんか何ですか自然体って感じの。 切り取ったみたいなカットがいっぱいあるのでそうなんですよ前のアシャ見えてたえなんかアシャはあの私は歯 NG ですっていう <laughs> あの歯は,はちょっとダメですよってありがとうございます でもいやなんか結構アーシャは自由なんですよあのー、自分の好きななんて言うんですか好きなっていうかなんか別に歯は別に出しても出さなくてもって感じで <laughs> いいんですけどそうなんかアーシャはね、まあ、自分のだからそうなんですけどなんか他のなんか撮影とかで なんか、歯出して、めっちゃ笑ってって言われたら、もちろん笑いますよ。もう、今回だけですよ。<laughs> 今回は特別サービスですよー。<laughs> 歯出すのがなぜ嫌か、いうの、嫌っていうか。うーん。ね、わかんない <laughs>。 え逆にさみんなさあのー、写真とか撮るとき歯出しますかそそれどうですかにってするなんかなんだろう なんかね、あ、でもなんか本当矯正してるんですけど本当に歯並びがなんかあんまり治る前はもう歯出すのが本当に嫌だったんですけどなんか治ってからもうどうやって出したらいいんか忘れましたなんか。わ <laughs> かんないからあんまり。だから ありがとう金魚と鼻やぞあれですなんかキメ顔とかあるじゃんそれに歯が出てないのが一番いいかなって思って <laughs> なんかぎこちなくなるよねなんかさあ,あそうそうあのなんか自撮りとかするじゃんか自撮りとかする時に で笑いいなながら撮るとすごいぎこちなくってなんか私今携帯に向かってニヤニヤしながら写真撮ってんだみたいな, <laughs> なんかぎこちない笑顔しかできなくってこうなんかふと出る笑顔とかだったら全然あれなんですよたどりとかでもだったらあれなんですけどなんか自撮りの笑顔は得意じゃない ありがとうございます笑ってだから「笑って」だから笑っ,てって言われたら難しいよね <laughs> もうフ内炎ができてさ本当に痛い。うん。<laughs> ざいまありがとう花火治ってないえ治ってないなんならでかくなってる今成長してるからこうね次郎のせいか聞いてください私ラーメン食べてないんですよ最近すごくないですかもういつから食べてないだろうずっと食べてない全然食べてないもうラーメン本当にラーメン屋さんに行ってないもん どうしたのえんかナイクルがあるなと思ってまあそれまでラーメン控えようみたいな気持ちにはなってて結構前からでも食べてなかったんですけどなんかむくん写真集の時もなんか結構むくむのが嫌で食べてなくって。 ラーメン食べてないから口内できるのにんにくが足りてないんだ <laughs> ラーメン食べてない何食べてるかあ家ごはんか外食今日千穂ち,ちゃんとごはん行ったかな 何食べてるっけ私なんか最近3食食べてないんだよねあんまり <laughs> 3食食べるのって結構難しい醤油しみる。 千穂ちゃんと、えー、久々かもかでもで毎回、はあ、久しぶり」みたいな会話するから「ちほ千穂ちゃんだ」みたいな <laughs>、えー「久しぶりじゃん」みたいな毎回こんな感じ前回もなんか舞台の時の終わりだったから「えー、久しぶり?」 ありがとう何話したかもうたわいもない話でもお互い「眠いね」って言いながら <laughs> ちょっと「えなんか眠くない?」なんか眠いね」って「眠すぎるね」って言いながら。 あのずっと話ししてましたもうお互い本当に今日は朝からだったので眠すぎてなんか本当になんかあれできてほしい睡眠所みたいな <laughs>。 <laughs> なんか絶対需要あると思うんですよなんかこう街中とかに睡眠の施設みたいななんか睡眠を200円とか払ってベッド1時間借りれますみたいななんかそういうあ仮眠スペースそう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 仮眠スペース的ななんかそういう室内みたいなのを作ってほしいあこれ安すぎえ、じゃあ 五百円で、二時間。あと、安い、これ <laughs>。でも、そう,うなんか、ちょっと、も、外に出て。で、その。あの、うど、移動してる時に。すごい、もう眠くて、本当にしょうがなくってもう。う家に帰るまで待ちきれない時があるんですよ。だから。ちょっと寝て帰りたいなみたいな時あるんで。 睡眠の場所みたいなの作ってほしい全然お金払うんでありがとうあネ寝カフェ寝カフェ行かんなもう行ったことはあるんだけどそんな頻繁に行くもんじゃないのねカフェもう寝カフェがそうなんか カラオケ屋の歌い,方いもうカラオケ屋はもっと音がちょっと静かな場所がいいからカラオケ屋は音が気になるかも歌声とか聞こえてきたらちょっと気になっちゃう。 寝カフェかえでも本当になんかあのベッド1時間いくらみたいなの絶対需要あると思うんだけど絶対私みたいな人いるよ外出してちょっと疲れて1時間ぐらい寝て動きたいなみたいな人はや <laughs> んないかな誰か作ってくんないかなありがとう花火 誰が起こすの？自分で起きる。はタワーかなこれ。ありがとう。待ってタロスさん。ありがとうわ。クワ。ありがとう。ありがとうわ。目打ちしてしまったので写真集めありがとう。 バイビーでした <laughs> ありがとうございますタワーの礼を何分からしようかなありがとう本当に。 州えなんかさあれなのかな台風で遅れてたりすんのかな枚数えどんぐらいいるかな1 2 3 4 5 6 7 8 9十0 1 2 1 3 1 4 1 5 1 5 コンくれてるそうなの今からえじゃあ今からしよっかなちょっとじゃあえっ、ー、と6月10日から6月30まで6月の全部のを今から一気にします6月かよって思ったでしょごめんねこれ実はマレーシアでもう書いてたんですけどちょっと見せるタイミング失ってました 二ヶ月遅れです。すみません。じゃあ。ええー、まずミッキーさん。じゃん。ありがとうございます。あの、なんか。こんな時なかった。ショールーム。こんな。なんかパンダが。なんかはから来てるみたいな。 <laughs> 時なかったえそんなギフトあったでしょそうそのギフトの時ミッキーさんありがとうえもう覚えてない覚えてないね2か月前だもんこんなギフトがあったんだよありがとうございますミッキーさん ありがとういた続きましてえー、アルフォートさんあこれ6月10日です続きまして6月12日にもらいましたなんかリリーベの日でしたねこれはあの何ですか発売日あれ発売日かな発売日発売日アルフォートさんありがとうございます ありがとう。アルフォート。ありがとうございます。ねまたタワーもらっちゃった。ありがとう、ミッキーさん。ちょっとタワーのお礼やっちゃいますね。<laughs> ありがとう。ありがとうございます。続きまして、えー、はやりんごさん。これも6月12日です。なんて書いてるやつ あそうこれもリリーベの日だね懐かしい明日あのお題懐かしい明日いちゃんラブユー写真集発売ありがとうありがとうございますはやりんごさんありがとう初見さんも中村舞ですちょっと今ねタワーのお礼大会やってるんです <laughs> 続きましてあまたまたミッキーさん6月12日です愛の重さ <laughs> 愛の重さ初めて分かったよありがとうありがとうございますミッキーさん そそうでしょそうでだよ続きまして難波のひさとさん6月13日にもらいましたこれもあのリリーベのことでいただいたので握手の図難波 <laughs> のひさとさんありがとうございますマイキューマッチョマイキューはマッチョじゃありません 歯が、え、何ギザギザ全部剣士 <laughs> 全部剣士の形の歯なの尖ってるってこと歯、歯、え、歯書いてるんだけどこれ、ちょっと待って,て続きましてマサキュー、はい、マサキュー六月十三これもリあ、これなんか誕生日ですってもらってたやつだ おめでとう、まさきゅう、新種発売おめでとありがとう、<laughs> おめでとう続きまして。 えー、あ、また、またミッキーさん。ミッキーさんいっぱいですけど。あ、これなんでこれ、あ、あ、6月13日は何の日か調べたら、剥き出しの膝の日だったんですよ。あ、剥き出しの膝の日なんかあるのかなわかんないんだけど。<laughs> なんか、何の日かなみたいな調べたら、そう。なんか、語呂で、剥き出しの膝の日みたいなの出てきたはず。だから、膝書いたんだよね。<laughs> この13が「ひざ」みたいなそんな日あるんだねっ私もえこれ自分が作ったんかなあれ覚えてないけど確か出てきたはず「むき出しのひざの日」ありがとうミッキーさんなんかまるの日っていろんな日があるよね毎日続きまして 6月14日三浦っちさんこれは「オールナイト・フジコで」ではい踊ってるこれサビ一サビ「愛の重さはじめて分かったよ」の部分あの「オールナイト」なんで「徹夜」「熊ができてる」ミラッチ「三浦っちありがとう」 これ月が出てんの続きましてえー、あ,フォートあなんかさパンダメイドのさタワーもらったんだよだからこれはパンダメイドですありがとうございますなんかショールームのさギフトもなんか結構期間季節で変わったりするからさこんな時あったんですよ ありがとうございます。アルフォート。パンダかわいいでしょ。ありがとう。あったっけか。あったのよ。続きましてクルミナルさん六月十七日。なんかこれは熊に名だなんかちょっと。 兄弟兄弟あ、なんか、クマのメイドもあったんだよ。なんか、クマのメイドのタワーの時もあったんだよ。なんか、あった、え、だって絶対私メ,メモしてるんでしょ、全部。だから、そう、あったの。クマメイド。クルミナルさん、ありがとうございます。可 <laughs> 愛い,いでしょ。あ、姉妹。 かわい,いありがとう。クルィナルさん。かわいい。メイド服。続きまして、えー、6月21日。アルフォートさん。あ、これは、あのジューンブライドみたいなタワーの時があったんだよ6まど、あ、6月だったからね。だから、あのジューンブライド。 雨が上がったはい瞬間が、はい、好きなんだはいアルフォートありがとう傘浮いてる頭で支えてんの <laughs> 続きまして6月23日「精神」。 豚まんさんこれはあのお話し会だったんですけど「かっこの豚まん」って書いてあったんでこれ「豚まん」書きましたありがとうございます「精神かっこ豚まん」さんありがとう長沢ちびまる子ちゃんですか ほかほかあったかいんだから <laughs> ありがとうございます静心さん続きまして6月24日ミッキーさんあの猫がなんかイチャイチャしてるイベントみたいなあ、ギフトみたいなんがあったんですよ覚えてませんか誰かもうこの猫が2人並んで「やあ」みたいなギフト。 <laughs> みんな覚えてないかないやあったのなんか「猫の宙」とか「猫の2人猫が並んでるなんかギフト」とかあったのよみんな2ヶ月前のギフト忘れちゃうよねありがとうございますえちょっと今回この浴衣だから覚えてるて。 ありがとうミッキーさん続きまして6月28日アルフォートさんはいあのこれはそう猫がなんかチューみたいなギフト猫チューギフトみたいなのがあったの8 <laughs> 割れにしといたよかわいい ありがとうございます。泣いちゃった。ラスト、六月三十日、六月三十日も。アルフォートさん、ありがとう。これは。あ、慣れです。七周年ツアーの打ち上げ祭があったんですよ。で、打ち上げ祭があって。ベストテン形式で打ち上げ祭したんですけど。その時の。あの。まひなさん <laughs>。 あの、まひなさんがね、こんな感じでやってたんですよ。ね、それを書きました。谷柳、そうです。谷柳さんです。アルフォーありがとう。ということで、六月三十日まで。 皆さんたくさんありがとうございました次は7月の分を、えー、させていただきたいと思いますのですみませんね本当に申し訳ございませんありがとうございました今日はなかったですよねあ今日はなかったですあの7月分かな 分かんない <laughs> ちょっと待ってねありがとうございます次は7月分です本当ありがとうございますもう8月が終わるんですけどね困りましたナビもハートもありがとうございます 夏終わるね台風なんか秋って台風増えるんよね確か秋って感じ最後の日はオンラインそうよあのリオちゃんと同じ服着ます どんな服かなんかワンピースかわいいワンピース一緒にどうするって決めましたいや買いには行けなかったからネットでちょっと頼んだんですけどそう相談して一緒に決めました本当にきんぎありがとう。 色も一緒です、うん、今ちょっと奥にある <laughs> おそろおそろコーデまあほんありがとうございます嬉しいですよ一緒の服着ましょうって言ってくれるのおそろいコーデやりましょうって言ってくれるの超嬉しいですうん あと結構りおちゃんは LINE とかした時にはっきり結構「これがいいです」とか言ってくれるからすごい嬉しいですなんか「任せます」ってよりかは本当に「これがいいです」とかってめっちゃ意見言ってくれるんで私は結構優柔不断人間ですが。 うんはっきりしててうん10歳さ9歳さかなああ <laughs> そそうそう、りおちゃんが今年16だからそうう私が25だから今年9歳差ですよ何てこった10歳差はノア・ビとかかな 早く3人始まるといいね。どういうことですか？でもなんか縮まらない。差で泣いたっていうか、昔縮まらない。差っていうか何て言うんですか？なんか昔ね。すごいね。泣きそうになったこといっぱいあります。なんかお姉ちゃんとお姉ちゃんの方が親と。何年多く過ごしてるんだみたいなので。 そそそうそうそうなんかどう頑張ってもそこの差って縮まらないからなんかずるいみたいな気持ちになって早く生まれたお姉ちゃんをなんか「羨ましい!」みたいな気持ちに良くなってました下の子はそういうこと思う,え思うよこれなんか。 めっっちゃ思ってましたどんなに頑張ってもこの差は縮まらないんだみたいな。あとはなんか。 年下の悩みあ、妹の悩みとしてはこ,のこれが一つともう一つあってお年玉なんかお姉ちゃんが5,000円で私が3,000円みたいな時が結構あってでもお姉ちゃんは多分3,000円の時代を経験してないだろうと思って。で お姉ちゃんはきっともらってる時も5,000円からずっともらってるだろうそしたら最終的に合計では「この人は私の方が絶対少ないはずだ」ってちっちゃい頃はずっと考えてて <laughs> なんかそう結構これはあの妹の悩みですあるあるだと思うんですけどお姉ちゃんがお年玉をもらわなくなった年になったとしても で私そこで、まあ、5,000円に上がったんですよ昇給で悪戦になったと思ったんですけどでもお姉ちゃんは多分3,000の時代を経験してないから最終的には多分お姉ちゃんの方がいっぱいもらってるじゃないかって <laughs> 兄だったけどそれは事実えありますよねやっぱりなんかそのなんか兄弟のさなんかそういう フ <laughs> <laughs> ありがとうございます服とかああお下がりうーん学校が一緒だったんでねお姉ちゃんとはなんで学校の制服はちょっと共有してたんですけどうーん お下がりまあもらったかなもらったっちゃもらったかもでも私お姉ちゃんやっぱりんかお姉ちゃんが着る服とかってすごいなんかもう何ですか憧れみたいな感じで嬉しかった記憶はあるなお姉ちゃんのお下がりはありがとう。 サイズ的に、まあ、共有できんことはない私学校も制服もお姉ちゃんのもらったけどお姉ちゃんの方がちち身長が、あのー、小さくって私よりもだからそのスカートがちょっと短くなって嬉しかった <laughs>。 ありがとうございますファンクラブのイベントでマイキのお下がり配るんやで嫌だ1 <laughs> 一回配ったけどねなんかパンツなんかでもあれ履いてんのかなもらった人フ嫌 <laughs> だ ありがとうございますそうなんか青いギラギラしたやつあそうズボンですよパン,パンツってパンツじゃなくてパンツです <laughs> そうですパンツです 流石にパンツあげたらやばいって <laughs> <laughs> ダメですやむしい そんな欲しいものありますか私なんかその物も,のもあいっぱいですけどダメですぬいぐるみとかはなんか念が込められてるかもしれない私の 次のファンミはいつ頃か、まずちょっと詳しくわかんないんですよね。どうでしょう。あれやりたいですけどね。写真集の聖地巡礼バスツアーみたいな。 <laughs> まあでも愛媛開催になるんですけどそしたら <laughs>。 おばあちゃん家は来ないでください <laughs> おばあちゃん家ダメです <laughs> 本当におばあちゃん家だけは NG です <laughs> 運転手いやちょっと無免許になっちゃうんで ももちゃんとココちゃんがいますワンちゃんもうここに会えるのかももちゃんココちゃんもう大変ですから <laughs> 二人とも 私さおばあちゃんにさ写真集渡したいけどさでもさなんかおばあちゃんにはさ結構過激ななな感じがして渡せないんだよね <laughs> 結構なんか悩みなんだけどおばあちゃんに渡したらなんかすごいびっくりされるかもしれなくて。 あと花火もう持ってるかもへえー、いやおばあちゃんが一人で買いに行くってことはしないと思うんですよで多分おばあちゃんネットで注文もしないと思うんですよ <laughs> なんでまあお,お父さんと一緒に本屋に行って見つけるとかだったらあるかもしんないけど あおばあちゃんにちょっとねどうしようかなってなってますねえおばあちゃんなんかおばあちゃんちのページねすごいのも生活感がすごいからほんと見てほしいもうほんとにこんなの写しちゃっていいのみたいなほんとに生活感やばいから <laughs> ほんとにすごいの。 もう台所そう台所がねやばいのもなんか多分これセットじゃ出せない味だと思うので親かお親孝映ってるよほんとにもうおばあちゃんちのそのキッチン周りおいすごいのほんとにまなびもありがとう。 生活あるよねプライベート感プライベートですよでもおばあちゃんちは素敵なお家なんですよ本当に今確認してますしてください 早く見つからないなんか棚かな棚にあるはずピンク色 この間、おばあちゃん家に帰ってそしたらおばあちゃんに「私の通帳」っておばあちゃんの通帳を見せられました「私の通帳今これだけあるんです」って <laughs> おばあちゃんにお金報告されたんだけど <laughs> で「わーおーってなって「おばあちゃん」って「なんで?え」えかんない <laughs>。 なんか急に突然私そんなことされたことなくって一回もそうそうなんか生のまし方った <laughs> <laughs> そう DNA え まだお年玉くれるかいやお年玉どころじゃないねもうおばあちゃんは私が帰ったらなんか「これこれを持って帰んなさい」みたいな感じで「いやもういいよおばあちゃん」って言うけどもう「早く受け取なさい」ってお小遣いをくれる <laughs> おばあちゃんは。 帰るときによくくれますだからそれであの船で <laughs> 帰ってます <laughs> あのスーパージェット乗って帰ってます <laughs> ありがとねっておばあちゃん スーパージェットね、値上がりしてね、結構高いのよ。ほんとに。往復1万6千円ぐらいするかなう結構高い。もっとするわかんないけど。そうなの、値上がりしたのよ。片道8千円ぐらいする。快適え、めっちゃ快適よ。宇品港から、 その広島のね港から愛媛の港まで1時間10分ぐらいで着くかな。早い。 ちょっと浮いてる。<laughs> 本当に。車だったらかかる時間。島並み通るから、何時間かかるかな橋渡るのだから何時間かかるかな。え分かんない。渡るだけでいい何時間かかるか分かんない。あとでもお金もかかる。あの何ですか橋渡るお金もかかるし。 どっちもどっちかもねわかんないけどそんななんかこっちの方が安いとかええやわからん <laughs> <laughs> 出て帰るか船かな基本 シー、うん、パセを使,使わないっていうかなんかあんまり気にしてないかもそのなんか時間であれ,あれないよね多分いや私その何時に帰るっていう時間しか見んけさ たまたまシーパセオだったとかはあるけど時間で選んでるのでフェリー2時間半フェリー倍かかるよ。

今度の四国公演も出るよね。今度の四国公演って、いつの話ですか。<laughs> え。九月、え、な、いつ。九月十一。 メンバー発表されてないよねクアトロなんかさ課外活動はクアトロが多いねスケジュールは出てた9月 11? え分かんないえガチで分かんない <laughs> まあなんか分かったとしてもあんま言えないと思うんだけどにおわせるぐらいしかできないんだけど <laughs> ちょっと本当に分かんないんだけど <laughs> 四国単独なんだそう3期生が新しく入ったので前級が出ない場合は3期生が多分出ると思います。 うん、分かかんなないも出るかな <laughs> そうそうそうね新しくなりますよねちょっとなんか楽しみですけどリニューアル前からンキちゃんも出るんだねえ知らん <laughs> マジごめん本当に分からん本当に分からんけどどうでしょうまだ一回も出てないもんね 本当に今さ何もためにならん情報めっちゃ言ってるえ、分からん、え、知らんみたいな <laughs> ごめん本当に 明日だよーって今何時ですかあ57分ですよー男女。今日もあなたの笑顔が誰かを救うさんまねパパさんゆうくまさんはやりんごさん考えなしさんひろしさん福ちゃんまるさん ちゃんさんきなぺこさん難波のひさとさん東京のスワンさんタロスさん1位はドドドミッキーさんでしたありがとうございましたおやすみすみすみ明日はね木曜日ですやばいおかすいたこの時間に <laughs> おやすみまた明日今日も一日お疲れ様でした皆さん台風に備えて安全な場所にいましょう また明日です。ぐんないきいの反対ぜひ見てください <laughs> おやすみなさい見てんねー おやすみみんじみ。<laughs> おやすみ。おやすみとボール。おやきゅう。